お元気ですか？ペルシアンでございます。今日の夕飯はこちらでございます。冷やし中華でございます。最近また冷やし中華ね、以前一回作ったんですが、メニューがねまた6種類に増えました。前はね鶏のね、もも肉を使ったんですけどね、今日は胸肉を使いました。だからねささみでもねいいんですよ。たまたまね胸肉があったんでね、今日はそちらを使いました。ね、冷やし中華には珍しくね茹でた人参も加えてみました。あとはねまあいつものね感じかな、あと中華クラゲも入れたかったんですけどね、中華クラゲ高かったんでね入れませんでした。でもね結構うまそうじゃないかなって感じでございます。お酒は焼酎のサイダー割りでいきたいと思います。で14時前のミニライブお待ちしています。でその後ですね、北海道のね塩バターや味焼きそばをね、出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。またプロ野球カードの開封動画もやるかもしれません。まあ届いておりませんけどね。で、また2種類のねカップ焼きそばも購入しましたので、こちらも近日、試食動画として出したいと思いますので、よろしくお願いします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは失礼します。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。良い一日をお迎えください。それでは。